皆さんこんにちは、賃貸のまさきの中島です。本日私は奈良市佐保台西町にございますエリタージュという 2LDK のペットと暮らせるオール電化の賃貸マンションにやってまいりました。こちらはまずリビングスペースとなっているんですが、こちらはこのようにですね、とてもですね広々としておりますので、テレビやダイニングテーブルなどを置いていただいて、ご家族皆様で集まっていただく、空間としてもしっかりとご活用いただける、そんなお部屋となっております。またこちらはカウンターキッチンタイプとなっておりまして、こちらにですねお料理などと並べていただいて、こちらからダイニングテーブルに運んでいただくと、とってもスムーズにお料理を運んでいただけると思いますよ。そしてリビングのすぐ隣にはこちら洋室がございます。こちらの洋室なんですが、こちらは寝室としてももちろんですし、プライベートルームとしてもご活用いただけます。またこちらにですね仕切り用の扉がございます。こちらの引き戸を閉めていただくと、こちらリビングと洋室という形で使っていただけますし、こちらを全て開けていただくと広々としたリビングとしてもご活用いただけるので、とてもですね使用の幅の広い、そんなお部屋となっております。収納スペースももちろんこちらにございます。こちらこのようにですね奥行きもしっかりとございますし、高さそして幅もですねしっかりとございますので、コートなどをしっかりとかけていただける、そんな収納スペースとなっております。またこちらの部屋はですね、こちらからもバルコニーに出ることができるんですが、こちらがですね、南向きのバルコニーとなっておりますので、晴れた日などはとってもですね、暖かい日差しが入ってくる、そんなお部屋となっております。またこちらの窓は、このようにペアガラスが採用されておりますので、このようにですね、しっかりと、見ていただいて分かりますでしょうか。このようにですね、空間がしっかりとございますので、外からの音もですね、遮断してくれる、そんなガラスが設置されております。ではこのままキッチンスペースをご紹介いたしましょう。キッチンに向かう前にまずはこちらのお部屋ですね、オートロックタイプとなっているんですが、こちら、エントランス部分に、モニター付きのインターホンとなっておりますので、このお部屋の中にながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心です。ではこちらがキッチンです。こちらのキッチンにはですね、こちら三つ口の IH クッキングヒーターがセットされておりますので、料理の心配もございません。こちらまな板置くスペースも十分にございますし、シンクもですねこのようにとても広々としておりますので、洗い物もとてもしやすいですね。上から下まで、収納スペースもしっかりとございますので、キッチン用品をしっかりと収納していただけます。またカウンターキッチンタイプとなっておりますので、冷蔵庫は大体この辺りですかね、こちらに置いていただいて、食器棚などを置いていただければとっても使いやすいと思いますよ。ではもう一つの洋室をご紹介いたしましょう。こちらです。こちらの洋室なんですが、こちらもですね、このように大きな窓がございますので、とてもですね、光が入ってくる、そんなお部屋となっております。こちらのお部屋、収納スペースはとっても広いんですよ。このように横幅もしっかりとございますし、奥行きもですね、しっかりとございます。高さはもちろんございますので、コートや衣装ケースなどを置いていただいてもですね、まだまだゆとりのある収納空間がございます。ですので、これだけ広々とした収納スペースがありますと、こちら、寝室としても使っていただけるんじゃないでしょうか。では続きまして水回りをご紹介いたしましょう。まずはこちらがですね洗面スペースとなっております。まずは室内洗濯機置き場、そして人気のシャンプードレッサーとございます。そしてお風呂場はですね、こちらとっても広々としたお風呂となっております。オイル機能ももちろんついておりますのでご安心ください。天井にはもちろん浴室乾燥も設置されておりますので、梅雨のジメジメしたシーズンなどでもですね大活躍のものですね。こちら、このようにですね、換気の窓もしっかりとございますので、ご安心くださいね。そして、こちら、先に進んでいただきますと、こちらの扉を開けてみましょう。こちらの扉を開けると、はい、こちらはですね、ウォッシュレットのついたお手洗いがございます。上にはもちろん棚もございます。そして、こちら、玄関スペースです。玄関スペースはこのように上から下までですね、しっかりと収納スペースがございますので、靴の多い方もご安心ください。しっかりと靴の収納ができますよ。はい。これだけですね、収納スペースも豊富なペットと暮らせるオール電化の賃貸マンション。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心。賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。